先ほどの1回戦、川上龍樹が内側かなり粘る走りを見せましたが落ち着いて直線かわしていきました。長田龍拳、まずは長田龍拳が1本取っています。 ゆっくりと内側からスタートしています川上龍樹。スプリント直線入りまして、まずは1回戦の基礎と決めますが、この内側からスタートする選手が半周の先行義務を持ちます。勝負を後ろからしたい選手もここの前で展開していたということも起こり得ますが、さあこの辺りゆっくりと進んできました川上龍樹。 長田龍拳の動きを警戒しながら残り1周へと向かっています。さあそのまま両者ともに踏んでまいりました。残り1周、川上龍拳が長田龍拳の動きを封じようというそんな動き。さあそしてそのまま駆け下ろしてきて川上龍拳が先行で入る。さあそして長田